おばんです、シャネルの香水使ってる男大体やりちん。どうもやすけです。絶対やりちんですね、まあ、俺の経験上シャネルの香水使ってる男大体やりちんだからマジ気をつけた方がいいよ。みんなそうですね、うん、まあ俺ももともと使ってたんだけどさ、はい、エゴイストプラチナム浴びるように使ってましたよ。ガクト張りの朝シャワー浴びるんじゃなくて俺香水浴びてましたからでも友達には当時、はい、セロリの匂いするって言われてどういうことと思ってセロリの匂いはしねえよっていう、まあそんなことはどうでもいいんですけども、はい、やってきました YouTube と、はい、今日は何ですか。今日は、はい、グラトリで、はい、いっちゃん大事、これ覚えとけば、はい、もう大体のトリックできるよっていうやつを一個ね、はい、本当は教えたくなかったんだけど、はい、行っちゃいます今日。お願いします。なんで今日はそのグラトリで、まあ、一番大切な動きっていうのを解説していきたいと思います。おい、まあ、でもグラトリに限らずだね。そうですね。キッカーとかで例えば板回したいとかいう人でも結構大事かもしれない、はい、まあ俺キッカーやったことないけどこの間ね TikTok でちょっとやらせてもらいましたけども、ちっちゃいちっちゃい、そうそうそう、ここじゃんじゃねえかっていう意見もあったんですけど、はい、うるせえようるせえよ、はい、こっちはなグラトラなんだよ。そうだ。あとな一個言いたいことある。俺はグラトリは遊びだからキッカーやろうぜとかって言ってくるやつに一言、みんなおのおの好きなやつでやってんだからさ、じゃ逆に俺らからしたらさ、いやキッカーなんかつまんねえからグラトリやろうよって言われたらさ、どう思う。お前どう思うおかしいだろちょっと口も悪くなっちゃいますけども、はいはいはい、久保塚の演説みたいになりますけども、そうですね、しょうもねえ、そういうやつらが、はい、スノーボード業界引っ張ってっからダメなんじゃねえっていうまんまじゃねえかよ。ちょっとね、熱くなりすぎて、はい、口も滑りますけども、はい、おのおののかっこいいと思ってることやればいいじゃん。そうですね。そんな自分の価値観の押し付けはする必要ないと。はい、ちょっと話が脱線しすぎたんで戻しますと、はい、パーカーの紐がなくなったよって話です。コインランドリーに行ったらなんかなくなって帰ってきました誰？俺の紐を盗もうと思ったコアなファンの子たちいるな。誰だ？取ったやついるな。出てこい、俺んち止めるぞ最近ちょっとね、エロ路線に走りすぎて、ちょっと嫌われんじゃねえかなって思ってるんですよ、僕。抑えていきましょう。TikTok はさ、ちょっとこう、カッコつけでさ、はい、なんかこう、さらっとやってる感じじゃん。はい、でも YouTube は何でもありだよねって最近言われんの。最近 YouTube だと何でもありで、なんかちょっとそれが癖になるとかって、まあ。癖になってる人もいるけど、嫌な人もいるかもしれない。そうですね。ということで、実際に実践していきますよ。はい。はい、まあ、ということで、はい、まあもうほんと一個なんですけど、グラトリでいっちゃん大事な動きって上半身の先行なんですよ。はい、はい、別にマル秘の情報でも何でもなかったわそうね、ずっと言ってる俺。ただこれにフォーカス して説明するのは初だから。そうね。で、上半身を先行させれば、じゃあ何が起きるかっつったらさ、下半身がついてくるわけだよ、それに対して、はい、グラトリをうまくなりたいんだったら上半身の先行をさせるっていうのをまず先行させて、それに対して板をくっついて回してあげるっていうのがすごい大事なわけですよ。みんなね、なんかこう結構僕に DM とかでさ、これノーリーできてますかみたいな感じで送ってくる子結構多いんだけど、その子とかよく見るとさ、もうよいしょ感がすごくて、なんかこうよいしょっていう感じでさ、はいはい、やってる人いるけど、なんかそうじゃないよね。よく多いのがこう下半身をさ、こうやって足でこうやってガッてこう先にこうやって蹴り上げたりとかして回そうって思ってる子多いけど、そうじゃなくてまず上半身先行させてあげないと下半身がくっついてこないわけですよ。はい、なんで今日はちょっと180になるんですけど、じゃあ上半身先行させたらどういうことが起きるかっていうと、ちょっと一回実践しますね。はい、まず何のさ反発とかオーリーノーリーの反発とか使わないで両足ジャンプあるじゃん、こうやって。はい、これ両足ジャンプしますよね。これに対して上半身、じゃあこっちに板回し込みたいっていう時は上半身こっちに先行のぞるけど、見ててくださいね。はい、両足ジャンプね。はい、これに対して、なるほどね。めっちゃ地味だけどさこっちだったらさ、こう、はい、わかる、こっちに戻りたいけど、なるほど、肩をですね、上半身を
今みたいにこう板を回すときに上半身を先行させて後からこう下半身についてこさせるっていうのがすげえ大事な動きなんで、意識してほしいポイントが、はい、目線とかも結構重要。あとこう、あとなんだ、目線、肩を入れることだね。そうだね、回転方向にさ、こっちに回りたいんだったらこう肩を開いてあげることで、ここでありがちなミスが、肩開いたときにこっちの肩ついていってない人いるんだよね。います。そう、こっちの肩をこっちに持ってきてあげないと、はい、回し込みがね、はい、やっぱ足りない状態で終わっちゃうんで、まあ、超簡単でね、はい、地味なんですけども、もうめちゃくちゃ大事なことなんで、はい、風が来そうだな。えい！ということで、まあ、すごい地味なんですけども、はい、めちゃくちゃ大事なこれはね動きなんで、まあ、ぜひぜひ。はい、で残りのシーズンね、もう春シーズンになっちゃってさ、雪もね、今日もシャバシャバで超滑りづらいんですよ。最悪です。この間も言ったけどさ、スノボはやったことないけど始めたいんだよねっていう初心者の方は、今の時期って結構やっぱ、まあ、導入としてはすごい、まあ、入りとしてはめっちゃいい時期だと思うんですよ。溶けても痛くないし、はい、あったかいし、はい、まあ、すげえいい季節なんで、まあ、グランドで覚えたい方とかね、最初の、はい、触りでこれを実践してみてください。はい、全部大事なんで、どのトリックでも上半身の先行っていうのは、はい、絶対ついてくることなんで。そうですね。じゃあもう一回おさらいするよ。はい、上半身の先行のために大事なことは、目線、はい、肩を開く、はい、肩開いた時にこっちの肩もこう遅れさせない、はい、入れてあげると、はい、です。です。皆さんこれ絶対覚えてください。これ覚えなかったらもうあれですよ、怒りますからね、僕激怒ですよ、洋介さん。すぐ怒りますからね、皆さん。すぐは怒んないまあ、特に面白いこともできなかったんですけども、なんで次の動画ちょっと面白いロング動画とか米編動画とかも撮っていきたいなと思ってるんで、はい、ぜひぜひお楽しみにしててください。はい、あと皆さんあれですよ、マジでいいね、チャンネル登録、あとコメント、コメントねとかもくれると嬉しいなって思います。はい、お願いします。なんでまた次のね、はい、動画で、はい、お会いしましょう。りょうすけでした。バイバイ、スゴー。